皆さんこんにちは。今回は会社法の基幹設計に関するカードゲームのご紹介となります。前回会社法の基幹設計に関するルールを10分で覚えるという動画を投稿させていただきましたが、ルールを覚えた後はやはり具体的な組み合わせ、これを覚えていきたいところです。ただ具体的な組み合わせは数も多くて機械的に覚えていくのでは大変です。そこでカードゲームで遊びながら楽しく学んでいただきたい、そういう趣旨でカードゲームを作りました。では早速そのカードゲームの方をお見せしますと、こちらです。トランプかよと思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、トランプに会社法の基幹設計に関する紙を貼り付けて作った、これそのゲームのプロトタイプになります。バイスクルというマジシャンの方御用達のトランプメーカーがあるそうで、そこから僕は無地のトランプを1セット買わせていただいて、そこに会社法の基幹設計を書いた紙を貼り付けてプロトタイプを作成しました。こんな感じなんです。ちょっと見えますかね、はい、このトランプ自体はもう非常に質が高く、もうね肌触りがねすごいいいんです。木綿みたいなね紙なんですけど、すごいね肌触りが良くて、こうごめんなさい下手くそで切っててもね、もうすごい気持ちいい紙なんです。でちょっと見づらいと思うので、これを手元のカメラでお見せしますと、はい、こちらになります。これはもうね僕がイカサマして組み合わせておきました。公開大会社が指名委員会等設置会社を採用した時の基幹設計になり、さらに置いても置かなくてもいい会計参与ね、会計参与まで置いておりますので、この僕が作ったカードゲームの中では最高得点がもらえる組み合わせになります。だからこれ組み合わせるのね非常に難しいんです。僕も何度かこのゲームを作ったものとしてカードゲームやってるんですけども、この組み合わせはねできたことがないんです。でこのような基幹設計に関するゲームを作ったのですが、作ったのが2007年で、そこからちょこちょこね受講生の方に遊んでいただいたりして、こうカードの枚数とかねルールとかを考えていった矢先、ある事件が起こりました。はい、それが、まあ、事件っていうか改正です。平成26年の会社法一部改正なんです。このカードゲームに大きな影響を与える改正でした。監査等委員会設置会社制度の創設です。このカードゲームには監査等委員会設置会社に関する基幹設計は含まれておりませんので、ね、せっかく基幹設計を楽しく学べるはずなのに監査等委員会設置会社に関しては学べないということになってしまうということで、新しく作り変える必要がありました。そこで作りました。それがこちらです。おっさん御用達の茶封筒ですが、茶封筒の中にね入っているんです。ちょっと開けますね。今回はですねバイスクルのトランプではなくて、あんなに肌触りがいいんだと絶賛したバイスクルではなく、名刺の用紙です。名刺の用紙を買いまして、でそこに会社法の基幹設計を書いたものを印刷して、で切り離して作ったのがこちらになります。はい、肌触りはもう全然ねバイスクルには勝てないんですが、量産体制に入れる紙質となっております。で後でねお見せするんですけども、これだったらもう印字できるので基幹設計を、なので非常に見やすく手間もかからないような作り方になっております。で、まあ、このカードゲームのルールに関してなんですが、これが非常に難しいんです。はい、公開会社、非公開会社、大会社、非大会社っていう組み合わせは、まあ、公開か非公開から1枚、大会社から非大会社から1枚、これは必ず取らなければならないとか、あとは当然その会社法上成り立つ基幹設計でなければならないっていうルールは、あるんですけど、問題はね枚数なんですよ。
枚数、これ実は70枚あるんですけど、この中に例えばその大会社、非大会社っていうカードをどれぐらいずつ含めるのか、さっきお伝えした通り指名委員会等設置会社の会計参与設置バージョンっていうのはやっぱりその設置しなければならない期間も多くて最高得点与えたいところなんですけど、いまだに悩み続けているということなんです。で、皆さん思うと思うんですよ。その悩みはゲームやればいいじゃないかと、ゲームやればね解決できるよと思われるかもしれませんが、なかなかねこれゲームができないんですよね。今ねこういう時代ですし、こう一緒にね4人ぐらいでやっぱりカードゲームですからね、向かい合って4人集まってねやらなければならないので難しいですよね。密です。また密です。そのあまりこう身近な人とかで会社法分かってるみたいな人いないと思うんですよ。皆さんもどうでしょうか、ね、受験仲間だったら会社法の基幹設計のことは分かってると思うんですけど、皆さんの、その親御さんとかねお子さんとかご友人とか基幹設計に関するルールね、なあなあ監査役会って取締役会置かなあかんねんなって聞いた時に、そらそうやろって言える友達、言える周りの方いらっしゃいますか、ね、なかなかいないと思うんですよね。だからそういうゲームをしながらルールを作ったり枚数を組み立てていくみたいなことができないまま、このプロトタイプを作った時からもう13年も経ってしまっているということなんですよ。いつになったら完成するのかっていうところなんですが、まあとりあえず今日は僕一人でねこのゲームをやろうと思います。ただ一人でこう引いてね自分だけで組み合わせを作るのではこの回枚数はちょっと多すぎるので、とりあえずまあ姫の A と姫の B っていうのを想定してね、まあ二人でやってる体で僕一人でカードで遊んでみたいと思います。皆さんもね姫の A か姫の B、 ぜひどちらか応援していただきつつご覧いただければと思います。ではやってみます。はい、ここからはおっさんが会社法の基幹設計に関するカードゲームを一人で遊ぶだけの動画になります。姫の A、 姫の B というのを想定して、まあ、姫の A の持ちカードをこちら、姫の B の持ちカードをこちらに置いて一人でね二役してカードゲームをねやっていきます。ちょっとこの画角でねやっていくんで、このカードが見切れてしまったりするかもしれませんが、あらかじめご了承ください。あとこの動画一発撮りです。おっさんといえども何度も基幹設計に関して遊んでられませんので、一発で面白い動画をね撮っていきたいと思っております。では始めましょう。はい、まあ、こんなね、カードがあるので、これをまあ1枚ずつね、引いてるっていう感じでね、見てください。まず、はい、A ですね。姫の A は、監査役会カードを引きました。まあ、これは最初ですしね、置いておきましょう。続いて、置きましょうか。姫の B は、会計参与です。会計参与。まあ、これはボーナスカードね。非公開の、非大会社の、取締役会設置会社は監査役の設置に変えて会計参与を置くことができるとされていますが、あれだったらね会計参与は必須になります。では姫の A の2枚目、取締役です。まあこれは置いておきましょう。はい、姫の B の2枚目は大会社でない株式会社。はい、大会社か非大会社か、これどちらか1枚必要です。公開会社非公開会社も1枚必要ですので、これはね、必ず置いときたいところです。次。姫の A は3枚目、会計監査人です。ね、これはね、委員会系や公開大会社には、まあ大会社ですね、必須の機関ですから、まあ置いておきましょう。こちらもそうですね。姫の B の3枚目、取締役も必ず必要なカードです。で、このようにね、最初ね、もうカードを捨てないでどん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 こう溜め込んでいくっていうところがね、このカードゲームのねちょっとその単調なところをね示してますね。まあいきましょう。姫の A の4枚目が監査役会です。これ監査役会で
重複してますから、これは捨てます。次、姫の B の4枚目は監査委員会です。監査委員会ですね。監査等委員会じゃなくて監査委員会ですから、指名委員会と設置会社を狙うかってところですね。まあ予想ね、見ましょう。続いて姫の A です。公開会社でない株式会社、こちらまだ置いといた方がいいですね。1枚もね、公開非公開カードがないので。次、姫の B は監査等委員会、これどうします？皆さん、監査等委員会と監査委員会、どちらを目指すべきかです。難易度的には指名委員会と設置会社です、ね、この他にも監査委員会、指名委員会、報酬委員会、執行役カードを集めなければならないので、ね、そうすると監査等委員会設置会社を狙う方が、まあ、簡単かなというところなんです。優柔不断な姫の B はまだ置いときます。今後のカード次第、こういうのもね、このカードゲームの醍醐味です。じゃあ次いきます。すいません、笑ってしまいました。はい、じゃあ次ね、姫の A は会計さんよ。会計さんよね、置いとくに越したことないので置いときましょう。次、姫の B、 あ、次のカードまで見てしまいました。こういうことする人いましたね、カードゲームでね。ごめん、見てしもたわっていう人ね。執行役です。執行役来ましたから、そうですね、こちら姫の B、 姫の B は指名委員会と設置会社を狙うことにします。はい、ということで、この監査と委員会は置いてたらね、これ減点なんですよね。まあ何点引かれるとかね、全然ルール決まってないんですけども、もうね、監査委員会置きながら監査と委員会置くなんかもうご法度ですからね。このカードは捨てます。姫の B 捨てたようです。次、姫の A は社外取締役ですね。これもね、必ず置かなければならないですから、あの委員会系とかね、公開委員会系です、すみません、委員会系だと置かなければならないので置いておきましょう。で、令和元年の会社法改正で、社外取締役の設置がね、公開大会社で、まあ、上場している会社など、ね、有価証券報告書提出会社に関しては義務付けられることになりますが、そこら辺もね、このカードゲームに反映できたらなと思いますね。だから、募集株式の発行とかね、株式分割とか、そういう、なんか会社法全体を学べるカードゲームにするのもね、いいかもしれないですが、まあ、まだ基幹設計のゲームすらできてないのにね、口だけみたいになるので、すいません。姫の B に進めてもらいます。姫の B、はい。公開会社です。これはいいですね。公開会社。ね、公開非公開カード1枚必要ですから、残しておきます。姫の A いきます。監査等委員会です。監査等委員会設置会社。ね、どうですか、この姫の A のカード。これちょっと見せるようにして、どうでしょう、これ。皆さん、姫の A の立場に立って、監査等委員会狙いで行くんだったら、1枚捨てなければならないカードがありますよね。はい、それがこれですね。監査委員会カード。どっちします？これ。でも、こちらもね、指名委員会とやるっていう話ですから、姫の A は、普通の会社にしましょうか。ね、監査と委員会設置会社はやめましょうということで、これ捨てます。はい、次、姫の B ですね。大会社でない株式会社、これ完全に被ってますからいらないと。はい、姫の A は取締役会ですね。取締役会はないですし、ね、なんか公開大会社とか作れればいいなって感じなので、これ置いときます。はい、でその次、姫の B は大会社ですね。大会社と大会社でない株式会社は、大会社の方が作れる基幹設計は少ないので、一応その点数的にはね、大会社の方が高くなるということにしたいので、大会社でない会社とこれ入れ替えます。はい、大会社カードね、こちらも指名委員会と設置会社できれば最高ですけど ね、この動画内でできればね、いいんですけど、まあ、このカードをね、あらかじめ指名委員会と設置会社が作れるように並び替えるみたいなね、やらせはね、なしです。はい、次、こちら、会計監査限定監査役です、ね、会計監査限定監査役、これ置こうと思ったら皆さんどうですか。はい、監査役会置けないし、会計監査人も置けませんからね、こちら置くことによって影響が大きいですよね。したがってこれも捨てます。次、姫の B です。はい、監査役会、どうします、これ。ね、一旦は、
指名委員会と設置会社にすると言ったんですけど、なかなか出てこないですね、執行役依頼。だから迷うところなんですけど、ね、でも監査役を置くと、監査委員会カード、執行役カード、これ捨てなければならなくなってしまいますし、あとね、社外監査役カードね、必要となってきます。まあ当然監査役カードも必要となってくるので、もうね、指名委員会と設置会社で行きましょう。はい、続いて、姫の A です。公開会社。はい、先ほどね、公開会社でない会社カードを持ってましたが、公開と非公開ではね、公開の方が採用できるカードが、期間設計が少なく、イコールまあ点数が高いというルールにしたいところなので、公開会社でない会社カードは、これは捨てます。こんな感じにしましょう。はい。で続いて姫の B ですね。公開会社カード、あります。捨てます。大会社でない会社カードが出ましたが、姫の A ですね。これが大会社、非大会社がないんです。ないんでしたっけ？はい。まあ、こっち置いておきましょう。その次。姫の B が会計監査、限定監査。これいりません。姫の A は取締役会ですか？これありますね。これ捨てます。はい。次、会計監査人です。はい。来ましたよ。姫の B。指名委員会と設置会社は必ず会計監査に置かなければならないとされているので、これは置いておきます。次、姫の A です。取締役会カードまだ出てきました。4人でやったらね、いい配分なのかもしれませんが、2人だとちょっとこうやってね、同じカード出過ぎ問題がね、生じてしまうんですよね。はい、次、姫の B ですが、公開会社カードまた出ました。これいりません。はい、その次が姫の A が監査役会ですね。これもいらないですね。姫の B が取締役会ですが、これが、あ、なかったですね、これね。取締役会、これいりますね。はい、取締役会置いときましょう。次、姫の A が会計参与。会計参与、これありますね。ありますので、捨てます。姫の B が会計参与、これもありますから捨てます。監査役会、これもありますから捨てます。次、B、姫の B。公開会社でない会社、これいりませんね。もう公開会社ですので。次、姫の A が、大会社。はい、大会社でない会社カードありますが、さっきお伝えした通り、大会社の方がね、点数は高くなるので、これ入れ替えておきます。続いて、姫の B が、社外取締役、これ出ましたね。はい、社外取締役必要ですよ。監査と、じゃない、指名委員会と設置会社。はい、こんな感じでね、揃わってきました。スペースもね、なくなってきました。その次、会計監査人です。会計監査人、これありますね。姫の A、捨てます。次、姫の B は、大会社カードありますから捨てます。姫の A が、報酬委員会。姫の A って言いましたね、今。姫の A って言いました。報酬委員会。これ、いりません。ね、姫の B は、こういう時、ええー、なーって言ってるんでしょうけど、あ、言ってないんですよ。ごめんなさい。持ち札、持ちカード、見えてないんで、ごめんなさい、言ってないんですけど、まあ、知ったらね、姫の B は姫の A、羨ましいと思います。ただね、今までその委員会カード全然出てないんで、これからね、出てくるかもしれません。はい、社外監査役。社外監査役は、今姫の B の番ですから、言えません。で、これ逆に姫の A がね、社外監査役カード欲しいところですね。監査会があるんでね。でも、あげません。捨てます。次、姫の A は、社外監査役が出ました。社外監査役出ましたね。はい。ちょっと見づらいかもしれませんが、こんな感じですね。で、これ、もしかして、姫の A はもう上がれるかもしれません。公開大会社で、取締役、取締役会、監査役です。ごめんなさい。監査役がいないんですね。でも、社外監査役が全員っていうのは別に許されますもんね。でも半数以上が社外監査役でなければならないで、社外監査役だけで全部っていうのもありにしますか？どうします？ね、こういうところがね、やっぱりね、一緒にやって、ね、これ、平監査役というか、社外監査役でない監査役がいらないってなったら、もう一回言いますね。公開大会社で、取締役会、監査役監査役会、会計監査人で、さらに会計参与もいるということで、これもう上がっていい状態なんですね。で、まあ、ここで辞めるって言ってもいいですし、まあ、このままね、まさかのここからの委員会系会社への移行なんていうのもね、
考えられますし、あと2人でやるんだったら、そのもう一つ機関設計作っても面白いかもしれないですね。これだけね、実はね、今皆さんもう飽きてます？ご覧になるの。今10人ぐらい今撮ってるんですけど、まだこんなにカードあるんで、考え方によってはそのいろんな機関設計の会社を作ることができますよね。2人でやるんだったら2人ずつじゃない、2つの会社ずつ作らなければならないとかね、そんなのがねできそうですが、進めます。はい、姫の B です。取締役これありますから捨てます。姫の A は監査役、あ、通常の監査役出ましたね。はい、まあ、社外監査役でいいような気もするんですが、通常の監査役もねこうやって置いておきます。はい、いいが、これが、はい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 、もしかしたらもう姫の B はね、指名委員会と設置会社にはなれないかもしれません。はい、B 手会社の A、全部 B、公開制の A が全部、姫の B、委員会系出るでしょうか？出ましたね。はい、出ました。報酬委員会が出ました。はい、報酬委員会ですよ。はい、これあとね、何委員会ですか？監査委員会、報酬委員会ですから、指名委員会ね。これがね、必要です。はい、そういえば前の機関設計に関する10分の動画なんですけど、指名委員会と設置会社と監査等委員会設置会社の説明はしてないのにね、こうやってカードゲームで委員会系を狙ってしまってごめんなさい。はい、じゃあ気を取り直して姫の A です。監査委ね、伸び買いますの A、公開制の海外出ます A、大理由目の大理由目の社説の先生。はい、あと残りカードが1,2,3,4枚ですね。4枚。で、姫の A はもういいですよ。姫の A はね、公開大会社の機関設計できてますから、これ結構な得点ですよ。でも、姫の B が指名委員会と設置会社を作れれば、これも姫の B の勝ちですから。で、姫の B のカードのうち、指名委員会と設置会社になるために何が足りないのかというのを最後に確認しておきますと、公開大会社、公開大会社。で、取締役会ある。で、そこに3つの委員会が必要で、指名委員会、報酬委員会、監査委員会。のうち、報酬委員会と監査委員会があるので、指名委員会が足りないと。で、執行役いるし、会計監査にいるし、会計参与もいますから。あと、指名委員会だけですよ。はい。では、姫の A です。はい、いりませんね。もう姫の A はいいんですよ。姫の B ですよ。はい。取締役、いりません。はい。あと2枚ですよ。はい。ちょっと楽しくなってきますね。一人でもね。で、これね、4人とかでやるとね、多分めっちゃ楽しいんですよね。実際、何回かこう、講義の前に、会社法とか商業登記法の講義の前に、教室に行って、そこにいらっしゃる受講生の方に、これちょっと遊んどいてくださいって言ってね。カードゲームを渡しした時なんかは結構ね、盛り上がるんですよね。はい、では最後ですね、これ姫の A。まあ、姫の A でこれ指名会出ちゃったら姫の B は負ける可能性が高いです。いきますね。指名会出ましたはい、でも指名会って3枚目でしたっけ、3枚ぐらいかな、何枚できたか分からないです。まあ、とりあえずまあこれ姫の A 分なんで、はい、あとは1枚です。これです、動画ですね。ちょっとね、姫の B は勝てるでしょうか。はい、会計参与です。はい、姫の B は結局指名委員会と設置会社を狙ったが、指名委員会カードを手に入れることができなかったため機関設計が不成立です。で、不成立の場合の部分点ね、だってあと1枚ですからね、あと1枚で指名委員会と設置会社が完成なんですが、まあ、これを何点にするかどうかはね、まだ未定で、一方で、姫の絵は手堅く公開大会社の機関設計を、作りまして、で、しかもちゃんと監査役、社外、監査役、そして、現在ね、現段階では
まだ設置が会社法上は義務付けられていない社外取締役もきっちり置いていますので、まあこういう作戦でやっていただくのもいいですね。はい。それにしてもね、残念です。姫の B ね、指名会と設置会社できればねよかったんですけども、まあ現実はねこんなもんです。以上、おっさんが一人で約20分もカードゲームをした様子でした。以上がおっさんが一人で遊ぶ会社法の機関設計に関するゲームの模様でした。まさかあんなドラマが待ち構えてるとは思いもよりませんでしたが、いかがだったでしょうか。まだ完成していないこの会社法の機関設計に関するカードゲームなんですが、まあ、いつかね、こうコロナも落ち着いてみんなでワイワイガヤガヤ遊べるようになる時までには枚数やルールを固めていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。